あるね。これハマチ。でこれをなんでどうやって食べるとか、そういうことになっちゃうのね。これだけでね。でライスがないと火曜日だからやってねえかと思ったんだけど、チキンビリヤニ屋のお父さんがやってたのでちょっと寄ってみました。でだけどチキンビリヤニも食べたじゃないですか。でこれカレーがあるからチキンカレーってあるのって聞いたらあるよって言うから、それを見てチキンカレーカリヘチキンカリーどれ、あるね。これハマチ、ハーフプレートハマチ、ハーフプレート、うん、あでも持ち帰れなので持ち帰れない、ここでイーティングできないよね。食べてみましょうか。いくらって結局で答えてないですでこれをなんでどうやって食べるの、そういうことか、そういうことになっちゃうんだね。これだけでね。でライスがないから、ライスを食べるならビリヤニを食べなきゃいけないことになっちゃうね。チキンビリヤニ屋さんです。前半360度カメラ撮ってますから手ぶれはしないけど暗さに弱いということで今ここに入ってますね。でそれをカレーのグレービーだけだから、これはなんかこれ食べてどっかでまた別にご飯食べていこうと思います。というわけで、ライスつけましょうか。はい、これが、これなんですよ。僕が一番ローカル的な感じで好きな、まあ今回はこういうお店、後で食べ終わった時に表も撮りますが、こういうお店のいわゆるこのチキンカレー、これはチキンカレーなんです。ただレストラン食べるよりこういうところが絶対美味しいんで食べますね。あー美味しい美味しい。あのご飯で白飯で食べても美味しいし、チャパティで食べてもチャパティが美味しいです。これなんで食べるよりね。ただここは基本的には持ち帰りなんだね。でビリヤニにかけるとまた違うじゃん。だからカレーだけちょっと物は試しということで、多分50ルピーじゃないかと思う。100なのかな、うん、ハーフプレートって言ったから50だと思いますよ。はい、ちょっと食べてみますね。うん、はい、うん、美味しい、柔らかくて美味しい。胸の部分ですね。あの昨日とか数日前ショート動画で上げましたけども、久しぶりに行ったアンナプルナガバのチキンがさ、なんか赤く干からびてたでしょ。ああなっちゃってると美味しくないです。あの肉がもう古くて、だけど焼いてからしばらく放置した肉を、カレーに合わせ技で使ったんだろうね。でもカレーにはやっぱタンドリーチキンとかチキンティッカみたいに焼いた状態よりはちゃんとそのままあの普通に煮込んだ方が美味しいので、ここはそういう風にやってます当然ね。うん、ここ美味しい、うん、美味しいです、はい、Google マップ載ってませんけれども、場所としてはあのメインの通りをこう歩いて、向かいなんだ、あ僕がよくスタバが480ルーピーだった、日本円で700円ちょいだったお店、買ってませんけどね、のほぼ真向かいに、まあ、鶏肉とか卵の、ね、一応もう取ったら早いけどな、ノーエントリーフォーダキッチン思いっきりエントリーしちゃってますけどすいませんね。というわけでこんな風に看板出てます。こっちのお店に親父がいる時もあれば、こっちはお父さん卵カレーもありますから、僕卵食べませんから、卵カレーが食べた人もここで食べてみる。ただここは、ライスとかチャパティがないのでちょっと残念だね。かといってホテルに持ち帰るわけにもいかないもんね。うんね、ご飯を持ち込みもできないから、もしライスを食べるんだったらチャパティ、ビリヤニ、チキンビリヤニやりますから、あっちのエッグビリヤニやりますから、合わせ技、別にエッグでもいいという人はそれを合わせ技で食べてもいいですね。親子丼じゃないですけど、というチキンカレーです。美味しいですよ、ね、食べ終わりました。超とっても美味しいカレーでした。あもう前菜的な感じで、もうそうするとここからワウカフェであのヌードルでも食べればいいかなって感じですが、すごく美味しいカレーでした。あのグルガオンであの手ぶれしまくりの暗い動画がありますが、
あのカレーと同じぐらい美味しかったです。あれも美味しいんですが、いわゆるローカルのね、こういう規模のこのハウスメイド的な、いわゆるラバ的なお店のチキンカレーはですね、美味しいんで、見かけたらですね、別にカジラバじゃなくてもあると思いますが、見かけたらですね、おすすめです。こういう感じで出てくるチキンカレーがすごく美味しい。ちょっと払いました。ヤクルピーでした。まあ、値段は交渉してください。ただもうめんどくさい、もう顔なじみになっちゃうとめんどくさいから、2倍以上も払いましたが、こんな感じでね、出してますが、美味しいチキンカレーでした。チキンカレーです。エッグカレーもあっちにあります。エッグビリヤニも違います。どっちでもチキンが食べたい人はこっち、エッグが食べたい人はこっち、ということでエッグだったら50なんですかね。ちょっと分かりません。あ、そうか、そういうことかもしれませんね。ということです。それだけです。